電理大学は1925年に日本初の私立外国語学校として開学し、2025年に創立100周年を迎えます。グローバルな視野を持つ人材育成など、さまざまな分野で社会に貢献してきた天理大学は、2023年4月、新たに看護学科、臨床検査学科を備えた医療学部を開設します。私がこの大学に入学したのは、高校2年生の時、キャンパスの隣にある天理よろず相談所病院を受診し、担当の看護師の親切な対応に感動したからです。さらに奨学金制度が充実していて、国家試験合格率の高いこともこの大学を選ぶポイントでした。授業では解剖生理学や薬理学、栄養学などでこの病院の医療従事者の方々が講師として講義してくれます。そしてキャンパス内にも医療を学ぶ設備が充実しています。将来の目標は人に尽くすことを自らの喜びとする看護師になること。こんな看護師になりたいなと思える先生や先輩、実習先の指導者の皆さんが身近なお手本となってくださるので、仲間とともに自分の目標を見失わずに頑張ることができます。私は天理よろず相談所病院で卒業研究ができることに魅力を感じて、この大学を選びました。興味深い授業の一つは血液検査学です。実際に自分や患者さんの検体を顕微鏡で見たり、血液を凝固させて病気の原因究明につながる検査法を学びます。仲間たちと一緒に学ぶ中で、わからないことを助け合うことでうまくいった時に喜びが湧いてきます。また天理よろず相談所病院という大きな病院で実習ができるので、さまざまな病気などを間近で見ることができる点や、多くの職種の連携を体験でき、チーム医療を感じることができると思います。今回の大学統合により、体育学部と連携してアスリートと一般学生との違いを研究するなど、さまざまな交流が増えることを期待しています。この他にも、天理大学には恵まれた教育環境があります。臨床心理の分野では、日本で初めて箱庭療法を導入し、現在の教育へと受け継がれています。また世界各国の交流協定校と活発に交流し、発展途上国への支援活動なども実施しています。さらに日本の歴史文化のふるさとである奈良県天理市には史跡も多数あり、天理大学には重要文化財を含む多数の資料貴重書などを収める天理図書館や天理参考館も備えています。恵まれた環境の中で、天理大学は他者に貢献する教養を育む教育で、さらに幅広く社会に貢献していきます。